こんにちは、カブパパです。今日はですね、この山とかこの山、あの赤城山ですね。時間はですね、これ日付は間違ってるんですけど、今日2日なんですが、9時、もうすぐ半ですね。ちょっと遅いスタートになるんですが、9時半スタートということで、ここから登山口まで向かっていきたいと思います。いきなりな感じだね。不思議。黒尾山まで 1.1 キロ。じゃあ行きますか。初めてだね、そういうのね。いきなり。いや、いきなりの急登。お、開けた。よいしょ。おっと。おお。鳥居が見えないのね。ちょっと開けた。赤城神社が見えますね。いや、登り始めて15分、随分遠く、随分高くまで来た感じです。まだまだ。今ね、お腹痛くなったんでストッパ飲んだんですけど、10時22、3分。あと200ちょっと登んなくちゃんないんでね。厳しいね。結構ね、登ってきたんだけどね。寺山の左隣に富士山。うわ、やだ、黒尾山遠いな。まだまだまだ。
んなのが続きます。ああ、稜線が見えてきました。11時15分中木山の黒木山ですねの稜線に出てきました。うち黒木山の山頂、実際赤木山の山頂ですけど、行きましょう。意外と赤木さんを舐めてた。舐めてたね。すいません、こんにちは。こんにちは。あ、すいません。あそこが一番高い感じですね。多分山頂。お、お、来た。ああ、着いた。着いた。いやいや。11時20分ですね。全然何も見えない。下に沼が見えるぐらいですね。ちょっとね、山頂が、昼時ってこともあって混んでるんで、もう一つの山、駒ヶ岳、こっからですね40分ぐらいだと思うんですけど、行ってみます。おお、あ、ここもいいね。ここなんだ。おお、黒尾大神。では、いやーすごいな、ガスってきちゃった、稜線通ってですね、多少のアップダウンありますけど、多分こんな感じが続くんだと思います。駒ヶ岳の方向かっていきたいと思います。あ、真っ白。ここが分岐がありますね。絶景スポット60歩。え？あ、すいません。はい、はい。開けた。
これ秋っぽいね。黒尾山から降りてきたんですね。でも登りもそうだけどつまんない下りだね。本当ね。だんだんこう色づいてきてね、こう七かまどっぽいのが赤くなってる。30分まで前まであそこにてっぺんにいたんですけど、ガーッと降りてきて登り返してます。あと 500m あれっすね。あれ、はい、今日暗部だな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。最後の登り。これずっと階段続いてんだよな。下からさ、これ階段も疲れんな。駒ヶ岳着いた。うわ、何にも見えねえ。ああ、ちょっと遅い昼飯。乗っけて。おお。ギリギリ。ギリギリだね。
うめえ、うん、ちょっとしょっぱいかも。こんなの温めちゃう、うん、めちゃくちゃうめえよ。すごい美味しい。これめちゃくちゃうめえ。いや真っ白、行こう。おお、なるほど。滑んないで。じゃあ。こんにちは。うわ、すげえ階段。これさ、凍った時大変だ。本当だね、冬食っとき。冬はやだ。つるつるだよ。いや、すげえ階段。疲れた。1時40 1時38分、38分で降りてきたね。いや、駒ヶ岳から38分、一気に下ってきました。疲れた。今日はね、まあ少しあそこら辺青空ありますけど、まあずっと先週のナスと同じく、まあ、嫌な予感が当たっちゃったけど、まあガスの中を、それでも黒尾山、駒ヶ岳、重曹、無事帰ってきました。そう、お疲れ様でした。お疲れ様でした。